はい、足立です。どうもです。貸金庫のお金が銀行員に盗まれた件、第14弾ご報告を申し上げます。いやー、ちょっと八方塞がりな感じなんですけど、実はね、結構あちこち、まあまあマスコミの方からご連絡をいただいてて、うちの週刊誌でそれを取り上げたいとか、うちの番組で取り上げたいとかいう話をいただいてて、で、やりますかって思ったんだが、でもさ、俺も一応マスコミの人間だからさ、俺が逆に取材する側だとしたらさ、銀行名が分かんないと始まんないじゃん、記事にできないじゃん、番組にできないじゃん、銀行名が分かんねえと。それで俺は一応、これ言っていいんだよな、銀行側とね、いや銀行名は出しませんよっていう一応約束をしているのよ、約束をしたんだよ、これ男の約束なんだけど。だからあんまりそこは、だって個別の銀行を吊るし上げるのが目的じゃないからさ、こんなことがあった、こんな重大なことがあったことを世に知らせて、まあ俺はとにかく手口が知りたいんだよ、どうやって盗んだんだか、あれだけないって言われてた手口が、ありえないって言われてた手口が、手口が知りたいのと、これをこう再発防止のために世に知らしめたいっていうのが俺の目的で、特定の事件が起きた銀行を名指しして吊るし上げる、で痛い目に遭わせるのが目的じゃないから、だから俺はちょっと銀行名は言えないのね、今んとこね、最後は分かんねえよ。でもそうなると、そのね、週刊誌もテレビ番組も取り上げようがねえなーと思ってさ、ちょっとこうお話できないんですよっていう状態に今なってるんだけどさ、でね、さてどうすんべかっていう話を、こういうことに詳しいお友達とまあちょっと話したのね。それでまあなかなか八方塞がりなんだけど、まずね、俺的にはね、分かりましたと、じゃあもう約束破って銀行名全部言いますんで、そして変な話で何和解金的なもの、俺は口止め料と思ってるんだけど、お金もちょっともらってるのね、もうそのお金も全部銀行に返して、もうごめんなさい、もう全部言いますつって、全部言ってこうマスコミ巻き込んでテレビ番組にして、雑誌に記事にしてもらって、新聞に記事にしてもらって、騒げば銀行側が、ああごめんなさい足立さん、手口教えます、手口発表しますって言うかと思ってたんだよ。それが大間違いだって。そもそもごめん、俺が手口を知りたいって言ってるのに銀行が教えてくんないからこんな話になったんだけどさ、いやそれでね、そのまあまあまあ圧力かけるって言い方も変だけどさ、マスコミとかで騒いでさ、俺も一応マスコミの端くれだからさ、そしたら銀行側が、ああごめん、そんな世の中の逆風にさらされるぐらいだったらもう全部言いますって言ってくれるかと思ったんだけど、その詳しい友達曰く、足立さんそんなことはありえないですよ、銀行側はそんな風になったら余計貝のように口をつぐんで絶対に発表しないです、そもそも銀行側は絶対に発表しないって言うんだよ、手口を。で、いやでもそんなのさ、世の中の風がさ、おかしいだろ、銀行お前どういう手口だったんだ、教えろ、隠すのかとか騒いだらさ、ごめんなさいって言って教えるかと思ったんだけど、そんなことねえらしいよ、その友達曰く詳しい銀行は、最後の最後は防犯上の理由だって、防犯上の理由で教えることはできません。事実です、確かにうちの行員が盗みました、でも防犯上の理由でどうやって盗んだか教えられませんって、この一言で全部が逃げ切るらしいんだよ、防犯上の理由でね。いや確かにさ、ワイドショーとかで空き巣が流行ってるとか言いながらさ、ピッキングが流行ってるって言いながらさ、ピッキングの方法は教えねえじゃん、はい、ここの穴に針金を入れてこうやるとピッキングができますを教えねえじゃん。だから銀行はどこに誰から何をどう言われようと、どんな圧力がかかろうと、防犯上の理由ですで言えないんだ、発表は絶対しないって、手口は。そんなもんかね、そんなもんかね。いやこれ、いやそんなことねえぞ、私っていう意見があったらぜひ聞かせてほしいんですけど、もっといい方法があるぞってなったらね。いやそれでだから、あんまりそのまあ週刊誌だテレビだ巻き込んで騒ぐのはあまり意味がないって言われたのね、手口を知る上でね。そしてね、あだったら犯人いるわけじゃん、犯人が逮捕される、警察に逮捕される、そしてもしくは裁判になる、民事でも刑事でも、そして裁判を聞きに行けばわかるじゃん、それあるんじゃねえのって言ったら、私さんありえないですよって言われた、その人曰くね、なんかこういう世界に詳しい人曰くね、そもそも銀行側はだって裁判とか逮捕とかになったらもう
全国紙の記事になるし、裁判とかになったら事細かにいろいろ言われちゃうじゃん。だから銀行側は絶対逮捕なんかさせないし、絶対裁判なんかしないし、絶対内々で示談で終わらせる。まあ俺も多分そんな気はしてるんだよ。それはなんとなく俺もそんな気はしたよ。でね、そこで俺はさ、今度逆に俺が作る側、俺がテレビ側で俺が取材する側だったら、あとどんな条件があったら面白いって言い方変だけど、興味深い番組にできるかなと思った時、犯人だよ。犯人が特定できて、その犯人がどういう思いで、なぜやったのか、どんな生い立ちだったのか、何のためにその犯行を犯したのか、そして今どう思ってるのか、どこでどう反省してるのかみたいなところが取材できれば、もちろんだから犯人も手口も全部言ってね、そしたらすげえ面白いこう番組エンターテインメントになるなと思ったんだけど、そのこういう世界に詳しい友達曰く、足立さん犯人なんか分かるわけないでしょって言うんだよ。でもね、俺はね、実は目星ついてんだよ、あいつじゃねえかなっていうのは。その銀行の行員であいつだな多分なっていうのは目星ついてんだけど、じゃあそいつ俺見つけるよ探偵雇ってみたいなこと言ったら、そんなのができるわけないでしょ。だから要はこれは推測よ。このこれに詳しい、こんな世界に詳しい俺の友人の推測なんだけど、銀行側は買い殺しています、犯人を。犯人を、あ、お前は盗んだんだからクビ出てけとはしていません。いいかお前、やっちゃったもんはしょうがねえな。だからどこでも喋るなよ。その代わり銀行をクビにしないで、まあ、なんだったら子会社に一生給料あげるから、そこでお前はおとなしくしてろと。いやいいんだよ別に、お前を名前と顔を全部世の中に発表して銀行の金を盗んだ銀行員って発表したやったっていいんだぜ、いいんだぜ、それでいいのか、お前の人生はここからどうなるんだな。そっとお前のことを守ってやる、お金も足立さんに返したお金をお前、まあ、ちょっとずつ返せと、なんだったらもう免除してやると、その代わり一生うちの子会社で一生給料払ってるから何も言わずおとなしく一生してろ、安泰だろ、いいだろ、出世もしねえけどもクビにもしねえからさ、っていう状態らしいよ。言われてみればそうだよね、そんなもんだよね、世の中の仕組みって。いやこれごめん、確定事項じゃないよ、俺の友達の推測よ。でも俺はすごくその推測当たってるんじゃねえかと思って。だから犯人ももうだってね、顔名前さらされて世の中に発表されたらもう一生変な話でお前取ってくんねえしさ、食いっぱぐれるじゃん。だと思ったら一生出世はしねえけどさ、給料もらえてりゃいいじゃん銀行から。ねえ、多分そのパターンだな。だから犯人が出てきてね、洗いざらい全部ぶちまけてねっていうような小説のような展開はねえなってことだよ、ねえなってことだよ。さあどうしたらいいんだ、さあ俺はどうしたらいいんだ。ねえ、手口、とにかく手口が分かんねえのがすげえ気持ち悪いな。最終的まで墓場まで気持ち悪いな。手口を知りたい、かといって銀行は喋る気はない、犯人は隠されている。マスコミ巻き込んで騒いでもあまり意味がなさそうだ。やばい、銀行側の思うツボだな、思うツボだな。まあ1000万円返ってきてちょっとしたこう口止め料、和解金、解決金、なんていう名目忘れたけどもらったんだから、いやそんなことはね、そんなことはね、困っています。果たしてどうしたもんだか。誰かいいアイデアください、もしくは私の銀行も何だったら俺と同じ銀行で私も実は貸金庫の中身が盗まれていますっていう人がいてくれりゃ、でも一緒か、防犯の都合、防犯上の理由で結局明かしてくんねやな銀行は。な、騒ぎにはなるけどね、騒ぐのがまあ目的じゃねえか。なんかいい方法があったら教えてください。K
警察も全然相手にしてくんねえしな。銀行でグルだからな。これは俺の推測よ。あとはもう残る手立ては金融庁だな。どうなんだろうね。あれ消えた？うん。まあまあまあそんな感じです。そんな感じです。進展なくて止まっちゃってます。誰かいいアドバイスをください。第14弾でした。続報をお待ちください。